どうも、影山です。今日はですね、まあいいかっていうことについてお話しさせていただきたいと思います。え僕は一応ね、商売を、うん、細々とですけど、やっていますんでですね、その売り上げを上げたいと思いますよね。で、売り上げを上げたいと思う一方でですね、まあいいかなっていうふうにも思,うこ思ったりもしてます。その えー、生活が一応できていてですねそのお客さんも喜んでいただいている状態があるということがあればですねまあまあ、あのー、合格点かなと。 いうふうに思っております。これはね、その現実逃避とかそういうことではなくてですね、そのそこにそこを一応満足する状態で自分にいるっていうことが大事かなと思ってます。で、これはね、努力をしないということではないんですね。そのサービス、お客さんのたまためになるようなねサービスをその売り上げを上げることにももちろんつながると思うんですけど、そのためのことは、えー、自分でこういろいろとやって いくんですけどももちろん僕はやっていくしそのこと自体が好きなんですね。その、えー、技術を上げることであったりとかちょっと知識を増やすことであったりお客さんが喜んでもらうために何かするサービスであったりそういうことをするっていうことは僕は好きなんでね面白いと思ってやってるんで、えー、もちろんそれはずっとやっていくんですけどもそれで売り上げが あの売上のその数字ばっかりに,こう目に目を生かすというかそっちに意識を向けるんではなくてですねそのお客さんの満足度の方に意識向いたりとかですねお客さんのことを考えてなんかそのえーお店からの,そのお客さんへの手紙を書いたりとかですねえそういうことをすることによってですねえお客さんに喜んでもらうようにするとえそっち側に目を向けたいとだから数字ですねその売り上げをもちろんね上げるためにいろんなことはするんですけど その売り上げがこう上がることだけがねあのもちろん上,がる上げるに越したことはないんですけどもそこへ。 どういういんですかね意識を集中させるっていうのはよくなくてそのもうちょっとその現状を一応満足するというかその現実逃避の意味で満足するんではなくてですねその状態をありがたいと思いながら、えー、努力を重ねていってあとはお客さんに判断してもらうお客さんに任せてしまうあとは自分のやれることは全てやったあとはもうお客さんが判断してくださいお客さんに任せますというこういう,こう,いうどういうんですかねあとはもう ドンと構えるじゃないですけどそういう状態でいるというそういうことでいいんじゃないかなという風に、えー、最近はよく僕は考えますねということでですね今日はまあいいかということについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます